AKB48 チーム TP は台北市を中心に活動する台湾の女性アイドルグループ。AKB48 を構成するチームではなく公式姉妹グループの一つである。2018年7月までは TPE48 として活動していた。総合プロデュースは AKB48 と同じく秋元康氏が務める。 AKB48 チーム TP の発足に際し、音楽プロデューサーの陳氏大鳥が、運営責任者に就任した。当初は、TPE48 として結成が発表され、台湾の地元衛星テレビ局である、中天電子が携わる予定であったが、すぐには、結成に向けた活動は行われず、当初の発表から6年の時を経て新たに、設立された運営会社の下で結成された。 しかし、活動は、順調には進まず、2018年7月に、アックスより合弁及びライセンス契約を、解消させるとともに、運営会社を、赤塚区娯楽有限講師に変更、グループ名を、AKB48 チーム TP として、活動することとなった。運営会社は2018年11月時点で、広告娯楽有限講師となっている。 結成発表2011年10月1日 AKB48 のオフィシャルブログでグループの結成が発表された AKB48 は同年6月に営業を開始した台湾のオフィシャルショップが盛況になるなど台湾での人気が高まっておりデイリースポーツは当時こうした人気が台湾でのグループ結成の背景にあると言及した当初の計画では メンバー選考の詳細を2012年1月に発表、また、台北市内に専用劇場の建設を予定し、AKB48 の運営会社、AX は2012年夏に劇場での公演を開始できるよう準備していくと説明していた。2012年9月にオーディションが行われる予定だったが、同年後半に延期とされて以降、メンバーオーディションを含めて、 具体的な活動は行われなかった。再開2014年12月7日に HKT48 が台湾コンサートを行った際に AKB48 の台湾人メンバーオーディションを行うことが発表された。オーディションで17人が仮研究生として採用された。このため東京スポーツでは TPE48 発足に向けての布石化と 報じた。その後台湾内でレッスンなどを重ねた上でのセレクション審査を経て、馬まかれがチーム B に台湾留学生として配属されることになった。その他のメンバーは引き続き台湾に残り AKB48 台湾研究生と呼ばれる。2016年3月26日、横浜スタジアムで行われた祝、高橋みなみ卒業。 148.5cm の見た夢 in 横浜スタジアム1日目の AKB48 単独コンサートにおいてフィリピンのマニラに拠点を置く MNL48、タイのバンコクに拠点を置く BNK48 と共に新グループを結成することが改めて発表された。公式サイトではグループカラーについて 特産のマンゴーを基調としたグラデーションを採用したとしている。この時点で在籍する9人の AKB48 台湾研究生については最終オーディションからの参加資格が与えられる。2017年7月9日に台北で行われた AKB48 ファンミーティングの席上で当初発表から6年近く経過した9月1日に オーディションを開始することが発表された。この時点で在籍する6人の AKB48 台湾研究生は最終審査からの参加となるが不合格でも TPE48 研究生になれることも発表された。また9月1日に台北で行われたオーディション募集開始の告知イベントにおいて AKB48 のアベマリアが 移籍加入することを発表した。2017年11月上旬までに二次審査が行われ、台湾研究生を含む148人が三次審査に進んだ。三次審査は合格者の半数をファンによる投票の結果をもとに選び、従来の選考方式により残り半数の合格者を決めるという方式が取られ、2018年1月19日に、 ファン投票と従来選考それぞれ36人ずつ、計72人に絞り込まれ、同年2月4日に行われた最終審査の結果、45人が合格し、そのうち38人が一期生としてお披露目された。3月10日に実施された AKB48 グループセンター試験を呼び、架橋ヒいちむの指導に伴い、活動を開始した。 5月から6月にかけて開催された AKB485 サードシングル世界選抜総選挙にはメンバー5名が立候補した運営会社との契約解消2018年5月に開催予定であったファンミーティングは無期限延期となり夏に予定されていた CD デビューの見通しも立たずイベントへの出演が中止になるなど活動は難航し 運営状況の悪化やトラブルの発生について、現地メディアでたびたび取り上げられるようになり、公式サイトも閉鎖されるまでに至った。2018年7月30日に TPE48 は、AX より運営会社との合弁及びライセンス契約が解消されたことが発表された。同じく2018年7月30日に、 新設される赤塚区娯楽有限講師に運営権をライセンスするとともに AKB48 チーム TP を新たに発足させることが発表され同年8月26日に台北で行われた第4回タッチザ・ジャパン・イン・タイワンにおいて TPE48 から転籍したメンバー35名が改めて1期生としてお披露目された 同年12月25日にデビューシングル、UO 直前を発売した。生は正規メンバー、県は研究生、一期は TPE48 第一期生オーディションにより加入したメンバー。ユニット名はデイジーから。歌唱は A 組。ユニット名はベルフラワーから。歌唱は B 組。ユニット名は桜から。歌唱は C 組。これまで2度のメンバーオーディションを実施し、メンバーは AKB48 からの移籍者を除きこのオーディションを経て加入している。UO 直前発売記念のラッピング2階建てバスに乗車するメンバー、配信シングル参加シングル AKB48、偶像学園フレンズ、新作即進むか市 TPE48。ありがとうございます。